アグリーはジャストシステムが販売するプレゼンテーションソフトウェアである。半ソフトスライドがベースとなっている。マイクロソフトパワーポイントやリバーオフィスインプレスト同様スライドショーによる発表資料の表示機能を提供する。同じくジャストシステムが販売するイチタロウやハナコなどにもスライド表示機能が用意されているが、アグリーでは発表練習機能やノート作成機能など、 これらに比べ発表資料の作成及びその発表支援に重きを置いた機能を提供している。単体製品のほか、ジャストスイートシリーズや、一太郎2011総スーパープレミアムにも含まれている。アグリー2009まで単体製品としては、パッケージ版、ダウンロード版ともに通常版、アカデミック版、バージョンアップ版が存在したが、アグリー2010から、 単体製品としては、通常版のダウンロード版のみとなり、ジャストシステムの直販サイトのみの販売に切り替わった。動作環境を参照アグリーは、初版から2010に至るまで、一貫して、半ソフトスライド2007が、ベースとなっている。これは、半ソフトスライド自体が、2007以降しばらく、バージョンアップされなかったことに由来する。このため、 アグリーは2010でもパワーポイント2007以降の PPTX 形式の入出力には対応していない。その後、半ソフトスライドが反症と解消した上でバージョン2010がリリースされた。しかし、このバージョンに対応したアグリーはリリースされなかった。一方、ジャストシステムが2011年6月に発売した法人向け製品。 ジャストスライドは反省2010ベースである。一太郎2011総スーパープレミアムユーザー限定で個人版のジャストスライドパーソナルが無償提供されていた。ジャストスライドパーソナルは PPTX 形式の入出力に対応した一方で標準のファイル形式がアグリーと異なり JDP 形式となる。アグリーの HPT 形式の入出力にも対応しているが、互換性に関する警告が表示される。一太郎2012章スーパープレミアムからは搭載される。プレゼンテーションソフトがジャストスライドに置き換えられ、本製品は同梱されなくなった。なお、個人向けに単体商品のジャストスライドは販売されていない。2015年6月10日、ジャストスライドに変わり、 ジャストフォーカスが、法人向け製品として発売された。ジャストフォーカスはこれまでと異なり、半ソフト製品ベースではなく、ジャストシステムの自社開発製品である。同日発売の、ジャストオフィス3に合わせ、初版であるが製品名は、ジャストフォーカス3である。なお、個人向けとして、アグリー2010の販売は継続される一方、法人向けの、 ジャストスライドは終売となった。個人向けの方も単体販売はないものの、2016年2月5日に発売された、一太郎2016スーパープレミアムより、ジャストフォーカスに置き換えられ、アグリー2010も後に終売となった。ありがとうございます。